一番。うちで男の人と女の人が話しています。男の人はケーキにどんな飾りをしますかあ、ケーキできたんだ。美味しそうだね。飾り手伝おうかありがとう。じゃあ、ろうそく立ててくれる四本ね。うん。もう太郎も四歳。早いね。ほんとね。 それから、そこにお菓子の人形があるから、二つ乗せて。OK。誕生日おめでとうとか、メッセージ書こうかうーん。でも、字はまだ読めないから、いいよ。わかった。男の人は、ケーキに、どんな飾りをしますか 2番。2> バス乗り場で女の人と係の人が話しています。女の人はバスに乗るとき、いくら払いますかあの、すみません。ここのバスは乗るときにお金を払うんですよね。ええ。市内どこまで行っても大人200円、子供100円です。じゃあ、この子と私で300円ですね。 あの、桜病院に行くバスはどれですかああ、それなら、病院に直接行く病院のバスがありますよ。そちらの方が早いですよ。3番乗り場です。そうですか。じゃあ、それに乗ります。料金は同じですか大人は同じなんですけど、子供は無料です。乗るときにお金を払いますから、小銭を用意しておいてください。 はい、ありがとうございます女の人はバスに乗るとき、いくら払いますか3番 会社で女の人と男の人が話しています。女の人はどの年の資料を探しますかすみません。明日の会議で配るレポート見ていただけましたかああ、見せてもらったよ。過去の輸出量のところだけど、グラフもう一つ入れたらどうえーっと、 一番新しい2011年とその前の年のを載せといたんですけど、もっと古いのも言いますかいや、そうじゃなくてね。もうそろそろ次のが出てると思うんだよ。ちょっと確認してみて。はい、わかりました。探してみます。女の人は、 どの年の年資料を探しますか4番大学で「女の留学生はこれからどうしますか?」。 あの、先生、ちょっとご相談したいことがあるんですが。何ですか日本語のクラスはたくさん取ってるんですが、なかなか話せるようにならないんです。それで、日本人と話す機会を増やしたいんですが、どうしたらいいでしょうかうーん、週末のホームステイはどう学校が紹介してくれるよホームステイは申し込んでるんですけど、 希望者が多くて、なかなか行けないんです。そうか。あ、来月、日本人の学生と留学生が一緒に行く旅行があるよ。旅行お金かかりますよね。でも、留学生は無料なんだよ。そこで友達ができたら、日本語で話すチャンスが増えるでしょあと、アルバイトを始めたら、日本語が上手になった学生もいたけど、 授業に出席できなくなると困りますしそうだよねじゃあやっぱり申し込んでみたら友達を作るのが一番だよはいそうしますありがとうございました女の留学生はこれからどうしますか 5番病院の受付で男の人と係の人が話しています。男の人は受付で何をしなければなりませんかすみません。この紙に名前を書けばいいですかこちらは初めてですかい,いえ、2回目です。そうですか。じゃあ、名前は結構です。 前回お渡しした診察カードをこの箱に入れて、こちらの番号カードを1枚取ってください。はい。この16番を取ればいいんですかはい。今、熱はありますかうちで測ったら37度だったんですけど、どこに書いたらいいですかそれは、後で先生にお話しください。では、あちらの椅子にかけて、 しばらくお待ちください。男の人は受付で何をしなければなりませんか六番 大学の事務所で男の学生と係の人が話しています。男の学生はこの後まず何をしますかすみません。今掲示板で見たんですけど、夏休みのアルバイトの申し込みは今日までですよね。ええ。ちょうど説明会が始まるところなんですが、出られますかえ、今からですかええ。 最後の説明会ですよ。そうですか。わかりました。申し込み書を説明会に出席した方に後でお配りしますので書いてください。あ、申し込み書にはハンコと写真も必要になりますが、持ってますかハンコはありますけど、写真もいるんですかええ。この建物の2階に写真を撮る機械がありますから、後で撮って。 書類と一緒に出してください。わかりました。男の学生は、この後まず何をしますか 一番。女の学生と男の学生が話しています。男の学生は、どうしてテニスの練習に行きませんか 週のの土曜日、テニスの練習に行ううん、うん、行けないんだえレポートかなんかあったあれ授業じゃないよねうん昨夜べ実家の父から電話があってねうん出張でこっちに来るから土曜に一緒に食事をしようって言うんだそうなんだテニスのあとみんなと食事をするのを楽しみにしてたんだけどね 男の学生はどうしてテニスの練習に行きませんか 2> 2番会社で女の人と男の人が話しています。吉田さんは、 どうして来られなくなりましたか課長 北海道支店の吉田さんから電話があって今日東京に来られなくなったそうですえこの天気で飛行機が飛ばなくなったのいえ北海道工場の機械が故障して動かなくなったんだそうですそうそれは大変だねそうですね北海道工場はこの前も製品のことでお客さんから文句を言われたばかりですし ストレスで病気にでもならなきゃいいけどね吉田さんはどうして来られなくなりましたか 3番。ラジオで男の人が話しています。男の人は肩や腰が痛いとき、どうしていると言っていますか 最近は長い時間パソコンに向かって仕事をしている方が多いですよね。それで肩や腰が痛いという人が増えています。夜痛くてなかなか寝られないという方もいらっしゃるようです。実は私もそうでした。そこで私は暖かいシャワーをいつもより長い時間浴びるようにしたら随分楽になりました。パソコンを長い時間使うときは 時々休むようにしたり、休みの日は水泳などのスポーツをしたりするといいとはわかっているけど、なかなかできないですからね。今日からでも簡単にできるいい方法です。ぜひやってみてください。男の人は肩や腰が痛い時、どうしていると言っていますか 4番うちで男の人と女の人が話しています。子供の誕生日の日に何をすることにしましたか 来月、拓也の誕生日だね。今年で7歳になるね。誕生日どうする去年は食事に行ったけど。うん、あの子喜んでたね。今年は本が欲しいって言ってたよ。うーん、誕生日、ちょうど日曜日よ。みんなで一緒にどこか出かけましょうよ。あ、あの子、動物が好きでしょ動物園がいいんじゃない そうだね。そうしよう。あ、でも、サッカーの試合を見に行くっていうのはサッカー、ずいぶん上手になってきたからね。私、サッカー、よくわからないから。そうだね。家族で楽しめるのがいいね。子供の誕生日の日に、何をすることにしましたか 5番。ラジオで女の人が話しています。女の人は今着なくなった服をどうしていますか 買ったのにほとんど着ていない服やもう着なくなった服ってありますよね。友達にあげようと思って声をかけてもサイズが合わなかったりしてなかなかもらってもらえませんし、すぐ捨ててしまう人もいますが、私はリサイクルの店に買ってもらったりインターネットで売ったりしていました。でも最近はそんな服は 作り直して着ています。これが結構楽しいんです。今ではすっかり趣味になっています。女の人は今着なくなった服をどうしていますか 6番。サッカーの先生が話しています。これからの練習ではまず何が重要だと言っていますか 今から新しい練習について説明する。この前の試合は負けてしまったが、惜しい試合だった。走るスピードも速くて、技術も負けていなかった。しかし、後半に怪我人がたくさん出て、試合の流れについていけず負けてしまった。君たちは怪我が多いのが問題だ。体が硬いと怪我が多くなる。 だから、体を柔らかくするトレーニングをしよう。試合の最後まで走る体力をつけることも大切だが、まず、怪我をしない体を作ろう。これからの練習ではまず、何が重要だと言っていますか 一番大学で男の学生と女の学生が話しています。斎藤さん、帰るのうん。何去年、交換留学行ったよね。うん。僕も斎藤さんみたいに英語上手になりたくて、今回申し込んだんだけど、準備とか生活のこととかわかんなくて。そうだよね。私もそうだったよ。今度、 いろいろ教えてもらえないうん、いいよ。あ、じゃあ、今度の土曜日、パーティーがあるんだけど、来る他に留学行った人も来るから。ほんといいのうん。じゃあ、土曜日、駅に6時集合ね。あ、その時、この前借りた本、持ってくね。 男の学生が言いたいことは何ですか ?1、1> 留学について教えてほしい。2>, 2、英語を教えてほしい。3、パーティーに誘ってほしい。4、本を早く返してほしい。 2番。2> 教室で先生が話しています皆さん、明日は奨学金の面接がありますね。一人ずつ順番に面接します。遅刻は厳禁ですよ。10分前には来るようにしてください。それから、服装はスーツでなくてもいいですが、面接ですからジーンズや T シャツじゃない方がいいです。 聞かれたことには自信を持ってはっきりと大きな声で答えるようにしましょう。先生は何について話していますか 1>, ?1、面接の日程2、2> 面接の日に注意すること三 面接で聞かれる内容4面接の練習の仕方三番テレビでアナウンサーが話しています今年も 風が流行する季節になりましたね。昔から風を防ぐためには手洗いやうがいがいいと言われてきましたが、うがいには思っている以上に効果があることがわかってきたようです。風を防ぐだけでなく、引いてしまってからもうがいをすることで喉の痛みを抑えることができます。この効果は、 薬を飲むのと同じくらいだという人もいるようです。皆さんぜひやってみてください。アナウンサーは何について話していますか ?1 今年の風の特徴 2, 2手洗いの方法 3うがいの効果4新しい薬の飲み方1番大学を卒業しましたお世話になった先生に挨拶をします 何と言いますか ?1、1> 卒業できたら嬉しいです。2>, 2、卒業おめでとうございます。3、おかげさまで卒業できました。 2番、2> レストランで客の注文を聞きます。何と言いますか ?1、何になさいますか <S ?2, 2、いただきましょうか ?3、いつ伺いましたか 3番、映画館で席が空いているかどうか聞きます。何と言いますか ?1、1> ちょっと開けましょうか 2>, ?2、ここどなたかいらっしゃいますか ?3、あの、座っていただけませんか 4番、机の上の資料が見たいです。課長に何と言いますか ?1、1> その資料をお借りできますか 2>, ?2、その資料を持ちましょうか ?3、その資料をご覧ください。 一番。田中くん、その毛がどうしたの一。とっても痛そうだね。二。もっと気をつけたらどう三。3> 3ちょっと転んじゃって。 2番 2> 夏休みにみんなで行く旅行、早めに申し込まなきゃね。1, 1え、行かないことにしたんだね。2うん、早い方がいいよね。3, 3早めに申し込んでくれたんだ。 3番、空が暗くなってきましたね。雨が降りそうですね。1、1> ずいぶん降っていますね。2>, 2、でも、もうすぐやみそうですよ。3、天気予報で雨だって言ってましたよ。 4番。電話でお願いした資料取りに来たんですけど。1。1> じゃあ、すぐ作ってきて。2。そこにあるんで持ってって。3>, 3。机の上に置いといて。 5番ねえ、この前貸した本、そろそろ返してくれない ?1、1> まだ返してもらえないんだね。2、あの本、来週必ず持ってきてね。3>, 3、ごめん、まだ読んでるとこで。 6番、冷たいものか何か召し上がりませんか ?1、1> どうぞお構いなく。2>, 2、じゃあお邪魔しました。3、いやあ、こちらこそ。 7番、鈴木さん、今、君が作ってる資料、なるべく早く欲しいんだけど、まだかかる ?1、1> もう少しお時間いただけますか 2>, ?2、後でやった方がいいですか ?3、できるだけ早くできますか 8番。週末、田中くんの引っ越し、手伝わされちゃった。1。1> 気にしなくてもいいんじゃない ?2。田中くん、手伝ってくれたんだ。3>, 3。えせっかくの休みだったのに 9番会議の日程が決まりましたらお電話差し上げます。1, 1ただいま外出しております。2連絡お待ちしております。3, 3しばらくお待ちください。